松山空港に着きました。ソンシャンジーちゃん、タオユエンと違ってすごい市内から近くて、だいたい15分ぐらい、市内の台北駅とかから15分ぐらいで来れるので、すごい近いところにあって、羽田とソンシャンがつながっているので、ぜひ羽田を利用される方はソンシャン空港、松山空港に降り立つと思うので、ぜひ使ってみてください。たまに成田便も逆か、羽田発でソンシャンに着かないやつもあるんで、それだけは気をつけてください。ソンシャンからタオユエン、桃園に行くやつもあるんで、ピーチとかかな、そんな感じです。それでは今から、東京に行きたいと思います。今日は東京に行きます。友達に1回似てるって言われたんですけど、似てますかね。 MRT 地下鉄のチケットはこういう券売機で買います。ここに場所が書いてあって、番号も書いてあるので、だいたいここが台北駅で、赤と青のところで、ここから赤ラインに乗って101まで行けます。ここで中世記念堂がこことか で値段もすごく安くて、25元から行けます。タッチしてここに20とかあります。でお金を入れたらもうトークが出てきます。こういう感じで乗れます。でも今日は僕は松山空港に来て、今から羽田に飛ぶので、トークンは買わずに、あとヨーヨーカードっていうのがあったら、あれそのまんま行ってタッチしてチャージとかできたり、そのまんま通り抜けることができるので、スイカと一緒ですね。ぜひ利用してみてください。第1ターミナル、第2ターミナルがあります。 JAL はどっちなんだろう。初めてソンシャン、じいちゃんソンシャン空港から乗るのでわからないです、勝手が。でもめちゃくちゃ便利ですね。あった、羽田ありました。 JL098 14時20分の羽田です。あれに乗ります。チェックインは1番カウンターか。なんかこれすぐ早く変わるのでちょっと分かりにくかったです。最初パニックになりました。もう出発したのかなと。ソンシャンエアポートです。これ着いたのかな、どこ。あーなるほどね。あ、ターミナル1が国際線なんだ。ターミナル1どこわからないな。あったあった、国際線出港ってところ、なんて読むんだろう、出港っていうのかな、日本語だと。国際線のところ、インターナショナルデパーチャーズ。よしよしよし、着いた着いた。あ、不好意思、なんか、日本航空在の。你好。あ、你好、谢谢。日本航空っていうのはジャパンエアラインって意味で、你好、一番って言われました。なんか日本航空のカウンターに行ったら、チャイナエアラインの人が担当してくれてました。コードシェアみたいな感じですかね。ただ、JAL の、マイレージが貯まるやつで行ってるので、JAL。JAL の航空券を買って、JAL のマイレージに貯めるので、多分ポイントは結構貯まると思います。それでは行きます。これで行きました、本当に。ここお土産屋とかご飯屋さん、お茶屋さんもありますね。小さいね。あ、春水炭ある。春水堂、飯田橋とかにもあるやつですね。スターバックス、あ、これタピオカミルクティーの店です。スターバックス。じゃあもうすることないんで、さっくり国際線乗りたいと思います。すごい、5200台湾ドルとか、これとかやばいですよ。14,028円。約45万、50万ぐらいですね。ジャル便の日本人のお客さんが多いです。
ちらの窓側のお席でございます。